トロロックスは、ホフマン・ラロシュによって販売されているビタミン E の水溶性アナログである。ビタミン E と同様に抗酸化物質であり、酸化ストレス、または損傷を低減するために、生物学的、または生、化学的用途で使用されている。トロロックス等化抗酸化能は、トロロックスを基準にした抗酸化力の強さの指標であり、単位はトロロックス等量である。 複雑な混合物の個々の抗酸化成分を測定するのが困難なため、トロロックス糖量はこういった混合物の抗酸化能のための基準として使われる。トロロックス糖量はアブッツ脱色試験を用いてほとんどの場合測定される。ティック試験は食品、飲料、サプリメントの抗酸化能を測定するために用いられる。フラップ試験では 抗酸化能を測定するためにトロロックスを標準として用いる。以前は酸素ラジカル級収納が別の指標として存在したが、アメリカ合衆国のオムームは2012年にこれらのレーティングを生物学的に正しくないとして取り下げた。ありがとうございます。